それではですね、今日はこんな感じで、実はですね、ピークの一番上なんですけどね、ここにね、このライトをつけて、この塀にぶら下げたライトを元に、私をこう照らしながら、ピークを後ろにしながら、ピークの夜景を後ろにしながら、ですね、今後のね、予定について勝手に語らせていただこうと思います。まず今後の予定もね、こんなところで語る必要もないし、語る人もいないと思うんですけどね、まあ、そうですね、せっかくなんで語らせていただきます。そうですね、まあ、私のイメージはですね、最終の目標をちょっとね、勝手に語らせていただこうと思います。最終の目標は、私あの宇宙にね、あれですね、あの360度ガラス張り の、 あの下もですね、右も左も上もガラス張りの、私、まあ、スペース的にはそんなに大きくなくていいんですよね、6畳かぐらいの丸い、もう本当に大円形のもうまん丸の、ビラ、自分だけの、空間ですね、コテージというか、まあ、何にもなくてもいいんで、ビラとは言わないですかね、座禅室みたいなを作るっていう、空間を作るっていうのが私の、最終目標です。人生の、ね、これは本気で考えている最終目標です。でそこにね、いかに行くかっていうのを考えてるんですけどね、そこへの道筋が全然見えなくてね、今ここ香港の山頂ですけどね、だから全然関係ないところにいます。それもね、なんとかそこまでの道ね、道筋をね、なんとか見つけたいんですけどね、なかなか見当たらない。そうですね、それが私の人生の、目指すところです。はい、まあ、ここから私の理想とする宇宙までのね、道筋は全く見えないんですけどね、今のところ、まあ、とにかく、一歩一歩ですね、チャレンジをしていきたいと思ってます。チャレンジをですね、し続けないとね、生きていけない人種なんですよね、新しいもの好きというか、なのでね、引き続きチャレンジをしていきたいと思います。はい、以上になります。